はい。絵手紙リリチューブー。始まりましたー。えっ、ー、と、今回は、ひが、ひがば、ひがんを描こうと思います。ひがんってとっても難しいので、えっ、ー、と、今回は、クレパスを使って簡単に描くっていう技を先ほど編み出したので、みんなでシェアしたいと思います。そして、ひがんの、 これは白を書いてますけどねで、飛眼花ということでお飛眼は令和6年のお飛眼は9月19日からもうすぐですね9月25日までの7日間となっています春分の日は9月22日祝日ですで、飛眼花を書くにあたって飛眼花をよく観察してみました 赤で書いてるけど今回は白い彼岸花を描くんですけどえー、っと花びらが6枚ありましたでおしべはおしべは6本あってめしべが1本ありましたそれでえー、っと 花これを1個の花と見立てるとこれ,これが7個とか10個ぐらい放射状についています。わ分かんないかな分かるかなこういう風に放射状についています。これ10個ついてたんだよね。でさっき見えたかもしれないけどこういうく緑色の丸いのが。 あってから花がついてで、放射状についてて、ここから茎がありました。そしてですよ。えっ、ー、と、彼岸花のことを話花,花なしとか、葉水、花水とか、別名で呼ぶんだけど、えっ、ー、と、花が咲いている時に葉っぱはないんだよね。で、葉っぱが出てる時は花がないという、そういう名前もついています。 それで,ですねもうさっきあ花言葉言言っちゃいます花言葉赤い花は情熱独立再会か悲しい思い出白白い彼岸花今日書くのは白思うはあなた一人また会う日を楽しみにってもうこれ広くのことかなみたいな感じですけどで黄色黄色は深い思いやりの心陽気元気な心だそうです じゃあ、さあ、そこ行ってまいります。で、さっき、これ、ちょっと。書いてみたんだけど。えっ、ー、と。リリさん、大きく書いちゃ、かい、書きがちなので、ちょっと小さめに。に書こうかなと思います。あ,あ、違った。ち、ち、あ、違う。う大きくなり。すぎなので。小さい。お。 いい髪だとこんななっちゃうのでちょっと大きく髪はがき2枚分にしてます。まあ何分うんよし OK。でね、ひがんばなね、あの鼻の部分これ汚くてごめんね。で爪も今日伸びててごめんね。ちょっと日時間なかった。えー、焦りまくりだな。リ,リーさん焦り、今日焦りまくりです。えー、っとですね。 さっき書いたのと若干角度違うけどまあいいか。この花びらのとこを最初い1本1個ずつを線でだけやっぱりでかくなっちゃったの。線でだけ6本花びらがあったでしょう。それをね ちょっとこういうラインで花びらがあるなってのを描きますこう,こういう風に先端がね曲がりこねってんだなとか見ながらねよく見ながらそのラ,ラインだけで書いてみて最初ねこうやってでであのあとシュシュってなんか長いなんだおしべおしべとかあとで こういういペンで描くけどとりあえずは大きいお花をえー、かぎでこういうラインで最初描いちゃってでこっちはちょっと細くでだんだん太くってなってんだよねだんだん太くってでちょっとグリーンって曲がってたりするんだけどねでこっちもね最初はふ細くでだんだん太くって。 なってるだだんだんででこれもね細いからだんだん太くってちょっとねここギザギザってなっててもいいよあのギザギザなってるからね細くてだんだん太くってでちょっと曲がってたりするここもね同じようにやります だだんだんくちょっとでこぼこなっても全然あの花びらがさひらひらってなってるからそういう感じででここまでやりますで一旦止めますんでねえー、っとあのおしべをこういうマーカーペンとかでピュー 書きます6本。まあ、本当は6本だけど、6本書けなかったら書かなくてもいいよ。厳密じゃなくてもいいかなって思う。んで、あともう1個、麺シベを、メしべをこんな太いので書けるかな。まあいいよ。麺シベを1本少し長めに書いておきます。よし。んで でですよ、これをですね横もねお花をね描いてるんだけど横がこう重なって生えてたりしてさっきと一緒でこういうふうに一旦はその花びらをラインでこういうふうに表現して12で厳密に6個ない,ないといけんとかあの。 重なって見えんやったりとかさそういうのもあるからそんなにそんなに厳密にしなくてもいいよでこれさっきやったようにこういう風にやったりとかねギザギザギザでちょっと小さくやったりとかねや,やっていきますこういう風に周りのところも一旦ラインで書いて でままたギザギザザって肉付けをしますでね黄色と黄色っぽいところとかをちょっとちょっと入れてこれをねあの風車みたいにちょっと今からつなごうと思ってんのこれをねなんとなくでその前になんか 緑色の丸いとこがあるからね緑色の丸いとこをこうやって作っとってでこれをね風車みたいにねどこか中心に向けまあまあここに茎があるとしまあここちょうど合わせ目になっちゃったけどまあいいや。 茎がねでね今回ね最初ねクレヨンでやろうかなと思ってクレヨンでしたらこの黒い画用紙にねつかなかったんだ色があんまりだからクレパスにしてるクレパスの方がね発色がいいみたいこういうふうにどっか一点決めとってこれを全部つないであげるって感じでこ,ここはねあんまり開いてないなんかつぼみみたいなやつだったから。 でち,ょちょっとぐらいつじつま合ってなくてもあんまりリリさんだから気にせんでいいよリリさんだからね <laughs> なんか変だなってとこがあってもねそんなにそんなに気にしないでいいからなんちゃってだもんなんちゃって彼岸花なんかちょ,ちょい彼岸花っぽいでしょであとはここのえっとあこれでいゃなかったさっきこれでしたらあんまりうん 白ペンっていうのがあるゲルインクの白ペンっていうのがあるんだけどねあんまりつかなかったからポスカポスカでやってるけどねあとはここのうーんなんだめ,めしべとかおしべとかを書きまーすあとは先端にちょっと花粉とかこういうふうに入れて見えるとこはね で、うん、今日あの焦っ,て焦ってる焦ってるんで文字入れはなしだけど今日シェアしたかったのは彼岸花のさっきは編み出したあのうんと書き方だったんで。 今日はここまでですもちろんこれはちゃんと言葉を入れて完成させるんだけど動画としてはここまでです。ありがとうございました。あヒロくんはねあのリハビリのねところに最近やっと転院できてねリハビリねなんかねあの歩くリハビリとかするんだけどトヨタが開発し,てしたね ウウェルウォークだったかなそういうすげえマシンでね歩く練習したりしてるんだ今日ね昨日初めてそれしてね今日2回目でね、うん、なんか昨日より少し早く歩いたりしたってう、うん、トヨタのね多分ウェルウォークっていうマシンだったと思うけど、うん、そんなの興味がある人は検索してみて YouTube でねもしかしたらその やつの使い方とか流れてるかもしれないじゃあありがとうございました以上です